ここはもうすぐ戦場になるわ。巻き込まれないうちに早く逃げて。シェリー様はどうなさるのですか。私はここに残って帝国軍の足止めをするわ。あの人たちにラングリッサーを取らせるわけにはいかないから。ごめん、シェリー様。戦闘に巻き込まれないようみんなお願い。さあ早く行って。は、無事村の外へ送り届けます。ん、シェリー様、敵です。分かったわ。みんな配置について。なんだ、どうやら待ち伏せらしいぞ。どうしよう、まだ逃げ遅れた村人もいるよ。まとめて切り捨てればいいじゃない、気にすることじゃないわ。やめておけ。我々の目的は戦乱の世を平定すること。無益な血を流すことは陛下の御心に反する。そうだな、兵たちに村人には手出しさせないようにしよう。来たわね、エルヴィン。光の末裔としてあなたたちにラングリッサーを渡すわけにはいかないわ。ラングリッサーは俺たちが手に入れてみせる。勝負だ、シェリー。街を追い出しちゃって。いいえ、他でもないシェリー様の頼みとあればそれくらいは。それより私たちが逃げる間に切りかかってくるなんてことはないでしょうか。大丈夫、エルヴィンだったらあなたたちに手を出したりはしないわ。帝国は敵だけどただの侵略者とは違うわ。平和を願ってという意味では彼らも同じらしいし。はい。シェリー様が勝てるように祈っております。ありがとう、頑張るわ。さようなら、シェリー様。一組目が脱出できたみたいね。あともう一組。エルヴィン、どうして帝国になんか行っちゃったの。全ては平和のためだ。私たちと一緒じゃ平和は作れないっていうの。そんな言い方ってないわ。敵の弱い場所を狙って一気に突撃をかけるぞ。続け。村人たちが村の外に避難するまで護衛をお願い。戦いに巻き込まれないように気をつけて。わかりました。行くぞ。奴らをこの村から追い出すのだ。それにしてもここって戦いにくい地形だね。紫外線は移動が制限される。その点を考慮に入れて部下を指揮する必要がある。
そうだな。特に騎馬部隊の行動は注意した方が良さそうだ。あとは水上のサーペンナイトがくせ者だな。水上部隊なんて陸におびき出してから始末すればいいでしょ。そうだな。シェリー様のご無事で。心配いらないわ。元気でね。ありがとうございます。これで村人たちは無事に脱出したようね。
甲斐があったかな。なめたまねを。残らずあの世に送って、オイラをなめる。
帝国の将軍が二人も揃って苦戦してるようだな。バルガス将軍かい？ああ見えても奴ら意外と手強くてね。バルガス将軍、じき子供が生まれようという大事な時にエリザ殿のそばにいてやらずとも良いのか？遠流兵団のバルガス様が仲間の危険を見捨てたとあっては生まれてくる子に顔向けできん。加勢させてもらうぞ。バルガス様。よう小僧ども、話は聞いているぞ。これからは仲間同士仲良くやるとしよう。強いやつは嫌いじゃねえぜ。楽ができるからな。心強い味方だよね。本気を出させてもらうぞ。バルガス将軍まで現れるなんて参ったわね。でも弱音は吐かないわ。ここは絶対に通さないから。これに耐えられるか。勉強した甲斐があった。
とうとう私一人になっちゃったわね。こんなことならもっと兵法を学んでおけばよかった。剣を引け、シェリー。君を傷つけたくはない。それはこっちのセリフよ。今降伏すれば許してあげるわ。仕方がない。また強くなったぞ。もうこれ以上は無理みたい。ここは引くしかないよね。終わったか。これでは物足りん。さあ早速敵を求めて出発しようではないか。バルガス、協力には感謝する。だが、エリザ殿のためにも、ここは早く戻ってくれ。そうだよ。女はそんな気遣いに弱いもんさ。それでは、お前たちにばかり世話をかけることになろう。気にすることはない。帝国の明日を担うお子のためだ。みんな、すまぬ。子が生まれ次第、すぐにみんなのもとへ駆けつける。それまで少しは敵を残しておいてくれよ。レオン様、レアード様がバルディア城を発見いたしました。そうか、見つけたか。ご苦労。バルディア城か。ついにラングリッサーを手にする時が来たな。急ぎ出発する。道案内を頼む。はっ。調子が良かったみたいだ。
エルヴィン、もっとオイラを頼ってよ。バルディア捜索隊を指揮するレアードからの伝令により、バルディア城の所在が判明したと報告が入る。だが先を急ぐ一行、